伊達邦彦。伊達邦彦は、日本のハードボイルド、推理作家大矢部春彦が表した、アクション小説群に登場する架空の人物、スパイ。長谷聖集、北方健三、森村誠一など、伊達邦彦シリーズを読んで、大矢部のファンになったという作家は多い。大矢部の諸女作、野獣しすべしで、初登場。伊達邦彦が、殺人事件に手を染めるまでの経歴は、 大藪の経歴と重なる部分が多い。以後、晩年に至るまで空白期間を置きながら、継続して書かれた。少年は、第二次世界大戦前。ハルピン生まれ。父彦、母、名前不明、妹明子。秀彦は、声油会社を経営していたが、国彦の物心つく頃にはすでに乗っ取られて、建設関係の管理となっていた。秀彦は、兵士として借り出される。 平壌で終戦を迎えるが、帰国船をよこさない日本政府にしびれを切らし、家族と共に日本人集団で船を借り、新川まで脱出。徒歩と車で富山までたどり着き、船で佐世保に着く。電車に乗って故郷四国に帰り、先に復員して県庁の土木課長となっていた彦の出迎えを受けた。名門高校へ進み、新聞部で天皇を罵った記事を書くが、 没収されて、皇庭で焼かれ、一週間の定額を喰らう。この頃、秀彦が死亡。演劇部へ入り、複数の女性と関係。特に、新ロちか子との恋と、別れは、痛手となる。ちか子が、服毒自殺を遂げ、葬儀者を見つめているとき、初めて、野獣しすべしの不気味な不協和音の幻聴を聞いた。高校卒業後、プロテスタント系の神学校に入り、 レーモンド・チャンドラーを知る。後に方向。を、私立大学へ進み、射撃部へ入る。卒論は、ハメットイコール・チャンドラーイコール・マクドナルド派における、ストイシズムの研究。大学院に残り、アメリカ文学を専攻。警視庁の警部を射殺し、拳銃と警察手帳などを奪ったのが、初めての殺人となる。その後、犯罪を重ねるとともに、修士論文。 ノーマン・メーラーにおけるビタセクシュアリティと宇宙的エナーの研究を書き上げる。大学時代の同級生であるサナダと共に、池袋にある関東大学の入学金1600万円を強奪。サナダを口封じのため殺害後、ハーバード大学大学院へ進学。以上、野獣しすべしより。国彦は、ハーバードの修士課程を終え。 コロンビア大学大学院博士課程へ進んでいたが、妹の秋子が、かつて父の会社である、新満聖油を乗っ取った、矢島祐介の御蔵師正幸との愛に陥ったことを知り、大学院を中退して、日本へ帰国する。父の復讐のため、国彦は、経済界の怪物とまでなった矢島が経営する、京急コンセルに戦いを挑む。着実に犯行を成功させるが、 途中で秋子は妊娠したまま正幸に捨てられ、垂直死する。国彦は、正幸の兄妻のリ子と通じ、正幸に、その事実を知らせ捨ててしまう。のり子は、正幸と真珠。そして、国彦は、最後の仕事として、サムスン銀行の大金庫を、後輩の町田と共に襲い、約八十七億円を強奪。その金を使い、京急コンツェルンの乗っ取りに成功。 やじま介を、悶絶しさせ、復讐を成し遂げた。しかし、大学時代の同級生である、新聞記者翔太に反抗を見破られる。以上、野獣しすべし復讐編より、都市空権の状態から資本金百億を誇る、マンモス企業、大東電機乗っ取りを企み、娘きよことの結婚にて成功しかけるが、私立探偵、津村の工作により、土壇場で失敗した。 以上、地の来訪者、野獣しすべし、第三部より。日本を脱出した国彦は、リヒテンシュタインの国籍を買い、イギリスの田舎である、レーンフォード村の別荘を買い取って静かな生活を送るとともに次の犯行計画を練っていた。しかし、英国外務省情報部の脅迫に屈し、一年間の秘密訓練を経て、外務省情報部情報化破壊活動班に、 非常勤で所属。認識番号は DYG9 号。表向きの仕事はタイムズ海外通信部編集顧問。以上、情報局破壊範囲。以後、モナコ、情報局破壊範囲、アメリカ、マンハッタン核作戦、日本、日銀ダイヤ作戦などで戦いを繰り広げる。数々の功績により、英国外務創情法部の職から解放。同時に、 政治的話し合いによって、国彦の過去の犯罪歴がすべて抹消された。連帯期奪還作戦。以後は、フリーランスとして、高額の報酬を条件に、様々な依頼をこなしていった、中編集、不屈の野獣など。海外などでは、一人だけの軍隊、ワンマンアーミーの異名を取り、DK と呼ばれるようになる、非常の目標、第三話裏切り。日銀からダイヤを強奪後。 カナダへ密入国、連帯期奪還作戦以降の設定へと異なる。一年後、シアトルへ入るが、監視していた NSA、アメリカ国家安全保障局に捕まり、下毒薬を定期的に注射しないと死に至る薬物を体に注入され、支配下に入る。約一年後、命令で日本へ帰国し、次第の助教授となる。野獣の感覚を取り戻してきた国彦は、 かつての宿敵である総会や秋月十郎の美術館から洋変天目を盗み出す。そして接触してきた香港マフィア、玉江は香港返還前に日本へ移住しようと国彦に協力を依頼。北海道独立を企み、三沢基地から核弾頭を盗み出した。玉江の計画を阻止した国彦は最終的な下毒薬を注射してもらい、NSA から自由となる。 盗んだ核弾頭を北海道に埋め、日本政府を脅迫し、100億ドルをせしめた。トンガ政府から小島を購入し、長秀夫、ヤンと共に、伊達国彦王国の混流を目指す。以上、野獣は蘇るより、国彦の仲間であったヤンが台風で死亡。しかしヤンが死ぬ前に発見したものは、世界を変える常温核融合物質であった。物質を狙い、 モサットが国彦を襲ってくる。事件後、国彦は、野獣王国建設のため、秀夫と共に会社を設立する計画を立てる。以上、野獣は、死なずより。伊達国彦が主役として登場した、長短編全作品を収録した、伊達国彦全集が1997から1998年に、公文社文庫から刊行された。全で、 うち三冊は中短編集である。想定は亀貝商事。表紙には作品の題名の他に英語題、亀貝のオリジナルがついている。長編は太字で示した。なお、長編外のものは収録作品も明記。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。